はい、どうもこんばんは、おつぱいです。本日は積立NISAシミュレーターを作っていきたいと思います。最近積立NISAというものが流行ってるらしいので、シミュレーターをですね、作ってみたという感じになります。一応ですね、金融庁が出している資産運用シミュレーションみたいなですねサイトがあったので、そちらを参考にした感じですね。こんな感じのグラフがですね、出るようなシミュレーターっていうのを金融庁が用意してました。積立金額、月々の積立金額と年率、そして積立期間、この3つを入れると最終的にいくらになるかみたいなのが計算されるようなシミュレーターですね。はい、一応ですね、こちらの、紹介するコードは Google コラボラトリーなどで使えるので、興味がある方はコピペして試してみてください。一応ですね、積立NISAについて軽く触れておきますと、18年から開始された少額投資非課税制度というものがありまして、年間で40万円分非課税の投資枠というものが設けられると。で、最長で20年ということなんで、800万円分のかけたお金に対する利息、それが非課税になるよということなんだろうと思いますが、まだ始まったばっかりなんで、満金になった方はいらっしゃらないだろうと思いますので、実際に利益が出るのかどうかというのは分かりませんが、一旦ですね、シミュレーションしたいと思います。はい、ご用意したのがこんな感じのシミュレーションコードですね。はい、Python のウィジェットを使っているので、実行していただくとですね、シミュレーターの画面が出てきますというものです。非常に簡単なもので、単純にですね、実行してボタンを押したら結果が出るという関数と、グラフの処理ですね。先ほどのシミュレーターだと棒グラフで、こんな感じでですね、積み上げ棒グラフを表示しているような感じだったので、こいつをですね再現するようなコードにしています。matplotlib という Python のライブラリがありまして、そちらを使うとですね、棒グラフを描画することができます。で、棒グラフの描画自体のコードはですね、ここら辺のコードになっておりますが、基本的に積み上げ棒グラフですね、これは2種類のデータが必要ですね。先ほどでいくと、この下の部分の、青いところと、上の部分の黄色オレンジっぽいところですね、この2つ分のデータが必要ですね。なので、10年だったら、10年分の、元本と利息ですかね、こいつを用意してあげるという必要があります。で、元本と利息を足した合計を上に表示するというようなコードを作っております。はい、で、最終的にですね、おいくらになるんですよっていうのを計算してあげて、それを出してるだけですね。はい、では実行してみると、こんな感じでですね、月々の積立金をスライダーで選ぶことができます。年間40万が上限なので、月にならすと3万3000ぐらいが上限ですかね。はい、で、利率も4%ぐらいということで、マックスで10%ぐらいまで 0.1% 刻みで一応用意してあります。で、年数ですが、1年で終わる人は少ないと思いますが、最長20年ですね。ということで、一応10年分から20年ぐらいのですね、ところを見ていきたいかなと思います。はい、棒グラフはこんな感じで表示されるよっていう感じで、10年だとですね、初期値でいくと、積立金額2万円が初期値にしてましたんで、10年で240万円ですかね。それに対する利息、10年だと59万6720円ということで、約60万円だから、積立240万に対しての60万ということで、4分の1ぐらいが、利息増えるよという感じになりますかね。はい、では、月の金額マックスまでいってみましょうかね。3万3000円で、利率変えずに10年でいくと、
今度は、積立金396万円の、利息が100万円弱ということで、まあ、10年で100万円ぐらいですね、400万ぐらいかけて、利息が100万円分ぐらいつくよということになりそうですね。まあ、かけた分の4分の1ぐらいが利息になるということで、まあ、結構、美味しいかもしれません。はい、じゃあ今度は20年でやってみましょう。20年でマックスでいくとですね、積立金が、792万円ですか。はい、で合計利息が、434万円ということで、まあ、半分ぐらい、50% ぐらい増えるんですかね。はい、で合計金額が1226万円ということで、まあ20年もやればですね、複利でどんどん増えていくということであれば、まあ、結構増えますねということになりますね。何もせず、まあ、10年とか20年とか銀行預金してても、まあ、ほとんど増えませんが、積み立てNISAがうまくいけば、まあ、こんぐらい増えることも、可能ではあるというシミュレーション結果ですね。はい、まあ問題はですね、年ごとにちゃんと 4% の利益が出るかどうかというところだとは思いますが、まあ川山用的にシミュレーションすると、まあこんな感じで、いろいろなシミュレーション結果が出せるということになります。まあ月々1万円ぐらいかけてもですね、まあそこそこの金額にはなりそうですね。かけた分の半分ぐらいがまあ利息になるというような感じにはなっておるようなので、まあかけないよりはかけた方がお得になることもあるかもねというのが積み立てNISAなんだろうと思いますが、何せ、まあ、10年とか20年とかですね、結構長い期間で見なければいけないので、まあ、すぐに結果を出したい方には、おすすめできないのかもしれませんが、ほったらかしで20年ですね、毎月積み立てるということであれば、そこそこいい制度なのかもしれません。まあ一番問題なのは途中で積み立てNISAの制度がなくなることですけどね。はい、その可能性もゼロではないので、まあここら辺の投資はですね、ご自身の判断でやっていただければと思います。本日は積み立てNISAのシミュレーターを作ってみました。本日はここまでです。それでは。